どうも、店長の三浦です。かぶせこんにちは。なんでかぶせてきたなんでかぶせてきたんですか2回目、2回目。のカメラ持ってるんですか明日ね、天気悪そうなんですけど、富士山の写真を撮りに行ってくるんですよ。なるほど。はい。来週のメールマガでちょっとお見せできれば撮れるかどうかわかんないですけど、はい、ちょっと見ていきます。今別にカメラ持つ必要ない。まあいいじゃないですか。ちょっと気分を、ね、完全にフリー待ちじゃないですか。はい。まあ言うわけですね。はい。はい、で、まあ今週は新入課で、はい、めでたやの、はい。じゃあもうカメラ下ろしましょうね。秋の愛。はい。スルーですね。秋のアイテムがあるんですけど。はい。で今週はこのこれと芋と。これ去年あった。言った方がいいよ。まあいいや。はい。これ、串焼きっていうのが入荷してます。これは去年からあるやつなんですけど、ちょっと人気なんで、多分すぐなくなっちゃうと思うんで気をつけてください。もう今年再入荷してもちらほら売れてますよね。そうだね。もう売れ始めてるんで、はい、ご注意ください。はい。はい。私のおすすめはこれなんですけど、ね、消臭効果があるっていう。三浦さんの息も。しっかり消臭。すいません。本当の話になっちゃうから、そういうこと。謝ったら本当の話になっちゃうからね。やめてください。でもう一つちょっと入荷、新入荷じゃないですけど、昔のものを掘り起こそうのコーナーですね。はい。マスです。マスです。はい。これ一番大きいやつですね。一番大きい、一生マスですね。はい。何気に当店では人気の品なんですけど。結構まとめ買いされる方が多いですね。そうですね。その祭りごととか、うんうん、まあ、お祝いであったり、うん、ギフトとして送るっていう人もいましたね。キモい。うなずき方がキモい。はい、やっぱ一緒です。で、材質は実はヒノキでできていて、意外と高級じゃねえか。うん、これがいい。香りがするんですね。そう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 。だからヒノキなんでこう、もうこう。っていうこともよくやるんですけど。ね。お風呂にいいじゃないですか、匂いが。ヒノキ風呂的な。あ、お風呂に入れちゃう。これ風呂桶にどうですかね。私からの提案として。あ、本当。誰が入んのこれ。いや、風呂桶、風呂桶。誰、ああ、こういうこと。そう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 。本当ね、匂いがいいから、この気分だけでもね、ヒノキ風呂的な、どうでしょうかね。なるほどね。はい、却下みたいな、ね。ちなみに、あれなんですけど、そのヒノキ、わざわざこれ用に切り出してるわけじゃなくて。あ、そうなんですか。建材によくヒノキって用いられるんですけど、その建材の余り、端っこを、こうヒノキ、あ、ヒノキの、建材の端っこを、こうマスに。利用してるっていうのがあるんで、特にだエコなんですよね。実はエコだったりするんです。まあサイズもまあいろいろありまして、じゃあこれ一生マス、はい。一般的にはこの一号マス、これが祝い事とかね、樽酒とかの時に使われるものなんですけど、でいろんなサイズがあります。で面白いのがこれ全部入っちゃう。お、これ5号、これ2号半、おお、もう1号、おお、もう3尺じゃね？全部入っちゃう、もう便利ですね。これね、こうやってね、ガタガタガタってやるとね、子供が喜ぶんですよ。どうですか、ね？どうしても子供につなげたい。子供のおもちゃにならないですね。このおもちゃにならないと思う。ちょっとこの角が、角をこう丸めていただいて。ね、頭割るよ。この角で頭割るから、ね、便利、なかなか便利ですね。便利ですね。収納にもね、はい、まあしますから、はいはい、でまあ基本的におすすめなのがいちごマスで日本酒をいただくと、なるほど、のが私的におすすめなんですけど、まあ実はこんなのもありまして、このマス屋さんから出てるマスは、はい、どうしましょうね、はい、恋シリーズつって、ここに酒器が全部入ってるわけですよ。グラスになってこれが、で、これどうすんのつってなるんですけど、これがワインを冷やす器になるわけですよ。ワインペールになるわけです。
で女子会が楽しめる。話ですけど女子会って言いたい感じなんですか、ね、男子会って汚いでしょだって男子会というかただ飲み会ですよ女子会女子会にどうぞ、はい、でここに貼ってある開始あこれリボン開始っていうそれも紹介してますリボン開始せっかくなんで、はい、これも自宅のリボン開始開始として使ってもいいしこういうラッピング的な感じに使ってのしみたいなのを使える、はい、便利な可愛いはいですね。まあ以上となります。よろしければまあ在庫ありますんで。はい。ワインの在庫はありませんけど。ね、今突っ込むところなんで仕方するっていうね。あこれなんか全然聞いてなかった。これだから三浦は。ダメ出しです。まあ富士山にも行ってこい。行きます。はい。行きます。ということで今日はおしまーい。さよなら。さよなら。